ジョリーン、俺は戻ってくる。この世の全てをぶっ壊すために。ウェザー、待って。消えたわ、光の中に。逃げられたか。その、あんたのことなんて呼べばいいかわからないんだけど、ひとまず父さんって呼ばせてもらうわ。今何が起きてるの？プッチンの能力が原因かと思ったけど、そうじゃないのね。時代と世界を超えてこの場所で巡り合うことになるとは。九条丈太郎。プッチ、はじめましてと言うべきかな、丈太郎。もっとも、私が1988年のお前と出会うのはこれで2回目だがね。何？あれは？鳥、ハヤブサ？プッチとか言ったか？てめえ、今奇妙なことを言ったな。俺がてめえとすでに会ったことがあるだと。知る必要はない。説明したところでお前には理解できない。フッチ、お前を天国に行かせるわけにはいかない。お前がこのケープカナベラルで必要としているものを与えるわけにはいかない。ジョリン、その天国とはこの世界の私が求めていたもののことを言っているのだろう。それはもういらない。私には不要なものだ。何？私が本当に求めていた天国は他にあったのだから。私はそれを見つけた。いや、彼に我が友に見つけてもらったのだ。私は苦難の道を歩み続ける殉教者ではない。真実の道を得た天国の住人なのだ。私はあまねく世に知らしめねばならない。彼の生み出す真実の尊さを、素晴らしさを。何だと？言っただろう、知る必要はないとな。我が友と天国のためにお前たちをここで全身全霊を込めて倒す。ってわけわからねえことしゃべくってんじゃねえぞ。あいつ言ってることがまるで変わってしまってる。新しい天国をたたえよ。オープンザゲーム。
失ってはいかん。希望は強い勇気だ。運命に立ち向かう源となる。あと1回呼吸する存在。二人で行くぜ。人間は幸福において克服しなければならない。運命そのまま眠りなさい。私と我が友にとってのそれはあと一回ジョースターの決闘だった。どこに行くのですか。二人で行くぜ。今までのプッチとは別人みたいだわ。説教の言葉がよく聞こえねえからよ。もっと大きな声で言いな。